ほんと、ヤスはどんくさいだけじゃなく、よく物をなくしたわね。なのに、さも私はなくしてません。確かに置いたのに誰かが取ったんです。みたいな目つきをしてて、本当にイライラしたわ。集中力のない子だった。無意識でぼんやり行動してるから、自分の行動がいい加減になる。でも、最初のうちだけですよ。途中からは注意するようになって、そういうこともなくなって立派になりましたし。ん？そうだっけ？まあその程度できて当たり前なんだけどね。その当たり前ができるようになるのが成長というものですと。皆さんだって何事も最初から要領が良かったわけではないでしょう。というか要領が悪かったら後ろ宮家には推薦されないわ。私たちはエリートなのよ。幼いからできないとか、そんなの言い訳にならないわけだな。ヤスが成長とともに要領を覚えるなら、成長してから後ろ宮家へ来ればよかっただけの話。そんな、一生懸命学校とお仕事を両立させて頑張ってるのに、みんなちょっと厳しすぎると思います。その厳しい中から選ばれたのが私たちでしょ。私たちに甘やかす義理はないわ。つくづく、ヤスってなんであんなどんくさいのに選ばれたの。さっぱりだわ。福音の家の誰もが憧れる後宮家使用人への推薦。厳しい選考をくぐり抜けて栄光を勝ち取った先輩使用人たちから見れば、ヤスはどうして推薦を得られたのか不思議なくらい、いろいろと要領が悪かった。もちろん年相応には努力している。しかしそれに納得できない先輩使用人たちはいつしかヤスに断るごとに小意地悪に接するようになるのである。後宮家での生活に慣れはしても、未だ友人の一人も作れない。いや、いることにはいるが、それは人間ではないのだ。第三章、虜になる日々そういう時もありますね。忙しい時に限って、妖精さんがいたずらでもしてるんじゃないかしら。ベアトリーチェ様のいたずらでは困りましたね。でも魔女が相手ならおまじないで何とかできるかもしれませんよ。これの端に鍵をくくりつけ、反対の端はポケットのボタンのところにでも目立たないようにくくりつけておきましょう。これは蜘蛛の糸のおまじないなのですよ。そう、よく覚えてますね。この島の蜘蛛の糸には霊力が宿っていて、強い魔除けの力を持っていると言われていました。ほら、こうしてピーンと張ると蜘蛛の糸のようでしょこれで蜘蛛の糸が苦手なベアトリーチェ様はもういたずらができないというわけですよ
そういう時は別のおまじないがありますよ。それは鉛筆さんや消しゴムさんにお家を作ってあげるおまじないですよ。お家を作るのではなく、お家を決めてあげるのですよ。例えば、このたこ糸を切った包丁さんも、僕もお家に帰るって。寂しがり屋さんだから、すぐにお家に帰りたくなってしまうの。だから、お家じゃないところに置いてしまうと、迷子になってしまって、くすんくすん泣いてしまうんですよ。ほら、こんなところに置きっぱなしにしたから、包丁さんが寂しくて泣き出してしまいましたよ。包丁さんのお家はここですよ。ほら、家族の包丁さんたちがみんな待っているお家ですよ。ママ、ただいま。おかえりって。え？魔女に隠されてしまって困るものはきっと寂しがり屋さんなんですよ。だから魔女が楽しいところに連れて行ってあげようねって言うと喜んでついて行ってしまうんです。そうならないためにはどうしたらいいでしょうね。そうですよ、寂しがり屋だからすぐに魔女について行ってしまういけない子たちなんですよ。だからすぐにお家に返してあげないと。ほら、さっきタコ糸で縛ったままそこに置きっぱなしのマスターキーさんも早くポケットのお家に帰りたいってクスンクスン泣いてますよ。ただいまって。マスターキーさんも寂しがり屋だから、お仕事で使った後はすぐお家へ返してあげましょうね。こういうお友達を少しずつ増やしていけば、ベアトリーチェ様もだんだんいたずらはできなくなりますよ。なんと、まあ、糸で結ぶとは面白い真似を。そうであるぞ、我が友よ。ぼんやりとまた鍵を置き忘れるから、それでからかってやろうと思っていたら。うむ、悔しいが効き目はあるぞ。とても触れたいとは思えぬ。そなたもカミソリの刃に指を当て横に滑らせたくはあるまい。しかしよかったではないか。また鍵をなくしたと夏日に怒られずに済んだぞ。わらわのおかげだな。感謝せよ。
わらわが腹立たしかったからこそまじないを覚えたのであろう。そのまじないでそなたは鍵を待たしても置き忘れるといううっかりをこうして防げたではないか。つまりわらわのおかげも同然ということよ。感謝されるのも道理であろう。こういうのを一罰百回という。わらわは友人としてそなたのミスを過剰にいたずらして思い知らせることでこうしてそなたを立派に教育したというわけなのだ。やれやれ、魔女とはつくづく感謝されぬ家業よ。よかろうとも、我が友よ。今回は勝ちを許そうぞ。されど、わらわは諦めが悪い。この負けを取り返すべく、以後さらにますますに、そなたのミスを探そうと伺い続けるであろうぞ。心せよ。そそっかしそなたが置き忘れる小道具など、いくらでもある。それらすべてにタコ糸を縛るわけにもいくまい。どの程度そなたがやれるものか拝見させてもらおうぞ。それにしてもなんとも晴れやかな笑顔を見せおって。魔女が来るのは笑う角でなく泣きっ面がふさわしい。もう休み時間は終わっているぞ。せいぜい今日も先輩たちの足を引かぬように仕事に精を出すがよかろう。せいぜい励め。そうそう、レイネの機嫌が朝から悪い。目を合わせぬ方がよかろう。それから水難の層が出ておるぞ。水の入ったバケツの近くでは常に注意するがよかろうぞ。そなたのこと、きっと我が期待を裏切らずバケツをひっくり返して叱られてくれることを心待ちにしている。から目に見えて変わりましたよね。いろいろなおまじないのせいかな。ですね。あの子は本当に律儀な子だから、私の教えたおまじないをしっかり守っているようでしたとも。いちいちタコ糸で縛って、あるいはいちいちお家へ帰るって。時折口に出してやってました。まるでお道具とおままごとをしてるみたいで、とても可愛らしかったですよ。子供みたい。子供でしょ。大人になら同じ言い方をすれば伝わりますけれど、子供は本当にいろんな子がいて、いろいろな言い方があるんです。それをちゃんと見つけてあげれば、ものは上手に教えられるんですよ。お言
怒られる方が覚える子、褒められる方が覚える子、いろいろですものね。近所の子にちゃんと物をしまわないと妖精さんが隠しちゃうぞって脅したこともありましたっけね。その妖精があの子の場合は魔女になったというだけの話。しかし、なんだか運命的な話だね。だって熊沢はこの子がベアトリーチェの子だって知ってたんでしょ。ええ、知っていましたとも。ベアトリーチェの子に魔女ベアトリーチェがいたずらするから物をちゃんと片付けるようにって教えるなんて、なんだかおかしいですね。だからあの子が物を魔女に隠されていたずらをされると言ってきたとき思ったのです。これはきっと亡くなられたベアトリーチェ様が魔女になって自分の子に物を片付けなさいと教えに来ているに違いないと。だからあの子にはそう教えるのが一番だと思ったのです。物を置いた場所をすぐ忘れるとかすぐなくすとかそういう悪評があったのに、それを払拭してからはどんどん明るくなっていきましたね。弱点は克服することで強みとなり、自信となって人をたくましくしてくれるのです。あの子のそんな日々の小さな成長が、それはもう実の孫のように可愛らしかったですとも。源氏様、お疲れ様です。皆、大掃除ご苦労だった。普段使うことも少ない客室だが、いつ何時大切なお客様を泊めることになるやもわからぬ。清掃もまた寸分の気の緩みもあってはならん。無論です。使用人一同心得ております。そうあってほしい。見回ったところこれを拾った。これは誰のであるか。なーに、またヤス？そんな決めつけはいけませんよ。私はもちろん持ってるわ。こんな大事なものを落とすわけがない。みんなは？持ってます。持ってる。ほらヤス、あんたじゃない。この間奥様にきつく絞られたのにまだ分かってないの？これだからあんたは。いつもの我ならば冷たき目線を集めただけで非のあるなしにかかわらず萎縮して謝ってしまうだろう。しかしもう我は違う。だから誇らしげに雲の糸を引くそれを高々と掲げるのだ。ほう、落とさないようにという工夫か。良い心がけだ。そうです、もう落とさないんです。だっておまじないがありますからね。我は誇らしくうなずき満面の笑みを浮かべるのだ。この日この時この瞬間の誇らしげな体験は我の幼少の記憶に忘れがたい1ページを刻むこととなる。されば源氏が見つけたる鍵は誰のもの。日々の仕事に寸分の気の緩みもあってはならぬ。だが時に失敗はある。それを咎めぬが己を顧みず仲間の失敗を決めつける態度は到底
褒められたものではない。申し訳ありません。我が友はもはや同じことは繰り返さぬぞ。何しろわらわが虎視眈々と狙っているのに一向に隙を見せぬのでな。しかし残念、こやつが鍵をなくしたのなら早速いたずらをしてやればよかった。え、何か言った？捨てやったりと思うつもりはないけれど、どんくさいといつもバカにされている我がようやく胸の晴れた一日であった。この日を境にようやく我は後宮家の使用人としての生活に慣れたと自覚できるようになるのである。褒められると自分は認められたって気持ちになるよね。大事なことだ、人の成長に欠かせぬ。人は成長するとどうなるのかしら。まず余裕が生まれる。それまで本当にこれで正しいのかと怯えながらしていた仕事が自信を持ってなせるようになるのだ。確かに気楽になれば余裕も生まれるね。余裕が生まれるとどうなるのかしら。日々を楽しめるようになる。源氏風に言えば気を緩ませることができるとでも言おうか。気を張りっぱなしじゃ疲れてしまう。それは良いことだね。ってことはそれってつまりサボれるようになるということ？サボるといえば聞こえは悪い。しかし要領よく仕事をこなし余った時間で日々を楽しむことは決して悪いことではないぞ。そういう時間は人間を豊かにしてくれるものだ。そういえば合田はよく仕事の合間にクロスワードパズルをしているね。余った材料で勝手に創作料理を作ったりもしてるわ。適度に遊び気分をリフレッシュさせるのは効率上も悪いことではなかろう。創作料理も遊び心と仕事の融合といえる。あの源氏とって誰も見ていぬところでは程よくサボっているはずだぞ。テレビを見たり主の酒をくすねたり小難しい本を読んでいたりしているわ。あの源氏が？要はうまく仕事の合間を縫って要領よく遊ぶということだ。過ぎれば気の緩みとも言われよう。しかし仕事と遊びのメリハリがつけられるようになって初めて人は一人前になるのだ。つまるところ仕事だけで精一杯なうちは半人前ということよ。じゃああの子は仕事の合間に遊ぶということを覚えたってこと？あの生真面目な子がサボりを覚えるなんてちょっと考えづらいね。交流を覚えた。親切にしてくれる熊沢との仲を深め本の貸し借りとその感想を語り合う関係を得た。我にも学校にて友人はいたが仕事の都合もあり友情を深め合うには至ってなかった。気取らぬジェシカも親しくしてはくれたが夏日の幻明もあり一緒に遊ぶこともできなかった。そんな我にとっていつも母のように優しくしてくれる熊沢は最も親しい存在であった。孫ほども離れた二人のこと駆け回って遊ぶわけではない。熊沢の趣味に興味を持ったのだ。熊沢の趣味って何かしら？本だ。意外かもしれぬがあの熊沢なかなかに推理小説を好んでおった。どんな本か関心を持つうちに自分も読んでみることに？その通りよ。
推理小説は読みながらに語らうのもなかなかに楽しい。すでに答えを知る熊沢にしても、若き知性がどのような推理を見せるのか、聞くのはさぞや楽しかったに違いあるまい。無論、いきなり熊沢の読む難解なものから入りはしなかった。まずはおすすめを聞き、学校の図書室から探してきて読んだ。使用人室にも持ち込み、休憩の合間などに少しずつ読み進めた。そして新しい推理が浮かぶたびにそれを熊沢に話し、すでに答えを知っている熊沢はニヤニヤと笑いながら我の推理に相槌を打つ。それが我にとっての楽しい時間だった。お風呂行かないの？浴場の時間終わっちゃうよ。すっかりミステリー好きになっちゃって、あんまり熱中して読んでるとまた興奮して寝つけなくなっちゃうよ。それどんなお話？ページボトルで真相を告白するまで完全犯罪だったんだっけ。すごいよね。はいはい、じゃあ後でね。お風呂忘れちゃダメよ。そなたもすっかり本の虫であるな。まあ熱中して寝不足にでもなってくれれば、わらわもいたずらのしがいがあるというもの。わらわの生まれた太古の時代には推理小説なる娯楽はなかった。そなたの肩越しに読ませてもらっているが、なかなか面白い読み物であるな。今読んでいるその本の孤島に犠牲者を呼び寄せし犯人であろうが、島に10人を閉じ込め、どこか遠くでのんきに餓死を待っているに違いあるまい。なぜに島には10人しかいないと決まっておるのか。島の主であろう。隠し部屋に潜んでおるのかもしれん。あるいはわらわと同類、千年を経た魔女かもしれぬぞ。いやいや、たかだか10人を殺すのにこの手間では千年は経ておらぬな。この魔女せいぜい495年程度しか生きていまいぞ。密室殺人とは面白いものであるな。オチを読めばそれは人間小説、すなわち推理小説となる。しかしもしオチを破いて失わせれば、それは魔女小説、すなわち幻想小説となる。トリックがあれば人間小説になる、なければ魔女小説になる。
そなたが読むその本の最後のほんの数ページを破り取るだけで、そやつをアンノーンとしてわらわに列する魔女とすることができるわけだ。この世の闇は全て我ら魔女のものよ。さすればわらわは全世界古今東西全ての推理小説に犯人として君臨できようぞ。推理小説とやらはやはり面白い。これは実に愉快な思考のゲームであるぞ。いいや、魔女と人間の戦いでもあるぞ。わらわの密室殺人という名の魔法を許すか否定するかのミステリーという名のチェスである。いかにも先ほどシャノンが言うにはこの話、ラストではメッセージボトルによって真相が明かされるというではないか。つまりそれまでに物語の真相を暴くことができねばそなたの負けということだ。何しろメッセージボトルがたまたま目につくところに漂着したから良いものを、もしも割れて沈み誰の目にも触れなかったならそれは完全犯罪であり、すなわち人間には不可能、魔女の犯行ということではないか。これよりわらわはそなたがそれを読み終えるまで495年の魔女アンノーンであるぞ。そなたに我が孤島殺人のトリックが見破れるかな。そうとも言う。第4章、新しき日
じゃあね、ヤス。あんた、物をなくしたりするんじゃないわよ。ふん、じゃあね。奥様の言うことよく聞くのよ。後から来る仲間に迷惑かけるんじゃないわよ。いまだに謎よね。どうしてヤスはここに推薦されたの？それを言ったら、いまだに奥様がヤスの勤務を認めてる方が意外だわ。逃げ出さない分だけ根性があるってもんだ。しっかりな、ヤス。みんなとは常にお友達になれなかったね。うん、向こうもそうだったろうし、お愛子だね。あの人たちのことはもう忘れちゃおう。もうお互い何の関わりもない。だから心に留める必要もない。最初の印象をいつまでも引きずる生き物だからね。だから仕方がない。あなたがどんなに素晴らしい人間に成長しても、彼女らはきっといつまでもヤスと呼び続けてあなたをバカにしたと思うもの。そんな人たちに認めさせようと思うなんて全然意味のないことなんだよ。それがいいよ。あなたには私や熊沢さんなどの素敵な友達がいるじゃない。そして新しい使用人の人たちの前では今度は一人前の姿を見せてあげればいい。その息だね。一緒に頑張ろう。アスネと申します。よろしくお願いいたします。ベルネと申します。よろしくお願いします。成績が優秀で貧困法制な子が選ばれます。どうやって選ぶの？誰が選ぶの？理事の先生方が来て面接をされるんです。他にも日頃の素行とか。じゃあ先生の前でだけいいこぶってても合格できちゃうってことも？まあ、その先生が見て良いと判断されれば合格することも。福音の家よりやってくる子たちはいつだって個性的だった。それが使用人としての日々の中で研磨され、やがては後宮家の使用人の名に恥じない立派な姿に成長していくのだ。とはいえそれを促すのは先輩使用人たちの役。今や我だけが古参である以上、彼女らを立派に導く責務があるのだ。新しく来た子たちはどんな感じだった？もちろんエリートね。貧困法制な。奥様や源氏様の前ではそうだったと思います。でも目上の方がいらっしゃらない時はそのちょっと不真面目だったみたいで。アスネさん、お道具は使うたびにちゃんと台車に戻してください。え？
なくしません。私、置いた場所は絶対忘れませんから。私にしておくと魔女がいたずらして隠したりするんですよ。魔女が物を隠すなんて、そんなことあるわけないじゃないですか。魔女なんてそんなのいるわけないし。いるわけないです、魔女なんて。いたずらだと思ってました。いや、そう思っていられるうちが気楽だった気がします。魔女ベアトリーチェは確かにいたと思う。私は信じない。ベアトリーチェであったかは分かりません。でも人間じゃない何かが確かにあのお屋敷にいたんじゃないかと思います。人間じゃない何かというのはベアトリーチェの可能性もあると思う。バカバカしい。私もバカバカしいと思いたい。あれはきっとヤスのいたずら。ううん、仕返しでしょ。私も最初はそう思ったけれど、いたずらでは説明できないことが必要というか気持ち悪い。具体的にはどんなことがあったの？置いたものがふと振り返った拍子にはもうないんです。ヤスが隠したんでしょ。最初はそう思った。そう考えるのが自然だった。でも違和感も覚えてた。あんな器用な子がそこまでえげつないことするかなってずっと思ってた。どんなことがあったか話して。鍵束がなくなった時には私が見てない隙にヤスがひょいってどこかに隠したんだろうと思えた。でも鍵束から一つの鍵だけが消えてて、それがありもしないところから出てくるなんて考えられない。その鍵だけあんたが見てない隙に引っこ抜いたんじゃないの？そんなのできる？実際に鍵束を丸ごとひょいっと隠すならともかく、鍵束から鍵を一つ抜き取るって考えれば考えるほどに簡単じゃないよ。ガチャ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 、すぐそこで私が背中を向けてるのよ。そんなこと悠長にやってたら私がバカでも気がつく。でも音もなくスーッと鍵が一つだけ消えていた。あの時に初めて気がついたの。これ逆ギレしたヤスのいたずらじゃなくて、もっとそのヤバいもんなんじゃねって。その紛失した鍵はどこから見つかったの？私のロッカーから。ベルネうっかり屋だからさ、ひょいって鍵をそれだけ外してロッカーにしまったのを忘れてたんじゃないの？鍵束からなんでわざわざその鍵だけを外すわけ？ハスネ、鍵束の鍵外したりあるいは戻したりしたことある？私も試してみた。あれすごく硬い。わざわざやらない、やる意味ないし、私無遊病、自分でやったことの記憶さえないっての？私バカだけどそこまでバカじゃない。私そこまで自分のこと忘れてたりしない。それ
れに私の鍵さ、確実に部屋に入った時はあったよ。じゃなきゃあの部屋の鍵、私どうやって開けたわけよ。だからさ、音をさせないようにさ、するりとそのヤスがうまく鍵を抜いてペルネのロッカーに隠したんだよ。私も最初はそう思った。ヤスに舐めたことすんじゃねって食ってかかった。でも言いながら思ってた、これ絶対変じゃねって。だってさ、あの日私たちずっとヤスと一緒に部屋回ってたわけでしょ。鍵をカチャカチャ外すほどの隙は絶対ないよ。ヤスには無理っていうか誰にも不可能だよ。音をさせずに、それもわずかの隙に鍵を一本だけ抜き取るなんて。受け取った時からもうマスターキーが一本足りなかったとか。だから言ってんじゃん、ちゃんと鍵は最初あった。あの部屋の鍵を開けたのは私だから、絶対鍵はあった。で、部屋に入って、私バカだから鍵のジャラジャラが嫌いで、ひょいとベッドの上に置いといた。それで掃除終わって鍵束取って施錠しようとしたらもうなかった。背中を向けてはいたけれど、鍵のすぐそばにいた。だから誰かが鍵を一本だけ抜くなんていたずらをして、悠長にガチャガチャ言わせたらすぐわかる。なのにその部屋の鍵一本だけがスルッと蒸発して私のロッカーの中に。いいよ、ヤスがこっそりやったって仮定してもいい。そう考えると気楽になれるもん。でもね、じゃあどうやってロッカーに入れたわけ。ヤス、私たちとずっと一緒じゃん。私がないないって大騒ぎしてあちこち探し回ってロッカーの中で見つけるまでずっと一緒だったじゃん。ありえないって。私、ヤスに当たり散らしながら感じ始めてた。というか、ヤスの瞳がさ、無言で言ってるわけ。あの子の言うさ、いつの間にか物がなくなってるって、みんなが言うようにあの子がぼんやりしてるんじゃなくて、本当に実は私と同じで、突然ありえないことが起こって、その安はずっと一緒だったから、ロッカーに入れるのは不可能。そんなおかしなことが他にも。そう、物がなくなるとか、単純にそれだけじゃないことが、その後も他にも何度も何度も。さすがに薄気味悪くなって物とかその辺に置かないように気をつけたけど、それでもダメだった。最初こそヤス舐めんなって思ってたけど、途中からマジでこれは違うって理解し始めた。私がポケットに入れっぱなしにしてたはずの鍵束から鍵が消えたことだってある。私は気づいた、ヤスがいたずらしてんじゃない、ヤスも私も同じ何かにやられてるんじゃないかって。落ち着きなよ。私は一部はヤスのいたずら、それ以外のほとんどはベルネのうっかりか勘違いだと思ってるよ。確かに屋敷はいつも薄暗くて、どこか薄気味悪かったし、なんかたたりとか呪いとかそんなのがあってもおかしくなさそうな雰囲気はあった。そのせいできっとベルネはおかしな方向に怯えちゃったんじゃないかなって。あんただって見たでしょ、ほらあの雨の日、キリースに消えるおかしな白い影を見たでしょ。見たけど、白い何かを着た奥様かお嬢様じゃない。白い何かって何、そんな服を着てるの奥様もお嬢様も見たことないよ。というかこの気品室いつも施錠されてるし、
奥様とかは鍵持ってないし、あれは絶対幽霊とか亡霊とか、うん、絶対に魔女の影だった。とまあ途中からベルネはこんな感じ、すっかり怯えてしまった。私はそのすれてるから、ベルネがビビればビビるほど魔女なんてバカらしい、そんなのいるわけないって思いを強くしたけど、でもさすがに空気を読まざるを得なかった。というか、うかつに口にしない方がいい話題だと気づき始めてた。階段とかたたりってさ、部外者が聞くと本当にバカバカしい。でもね、そこにいる当事者からすると全然笑えない。あれは本当に笑えない話だったよ。アスネはちっとも私の話を信じてくれなかった。だから私途中からアスネに相談するのやめて、ヤスに打ち明けて相談したの。私はあんたのいたずらだと思ってたけど、絶対にあんたじゃない。なんかそのおかしなものにやられてるって。そうしたらなんて、自分も同じようなことが何度もあったけど、誰に相談しても信じてくれなかったって。大地先輩とかはヤスのことバカにしてたけど、ヤスは言われるほどどっちでもバカでもなかった。年下に仕切られるのはムカつくからいつも反抗してたけど、仕事は割とそつなくこなしてた。そんなヤスがそこまでバカにされるほど物をなくすなんてことあるのかなって不思議に思ってた。だから確信したの。いる、このお屋敷には人間とは異なる何かおかしなものがいるって。それが魔女ベアトリーチェだ。もしそれがそう呼ばれるものならば信じる。とにかく人間じゃ説明ができないものが確かにあの屋敷にはいたの。それを理解できない人たちが私やヤスのことをドジさんのうっかりだの勝手に言ってた。わかってない、全然わかってない。でもベルネもさすがにヤバいと思ってしっかりするようになったじゃん。そしたら物がなくなるとかの騒ぎなくなったじゃん。やっぱりベルネの勘違いだったんだよ。違うよ、私ヤスにシャノに熊沢さんとかにも相談したの。そしたらやっぱり魔女はいるって。古い使用人たちはみんなちゃんと敬ってるって。私はベアトリーチェなんているわけないって堂々とバカにしてたから語られたんだって。だから心を入れ替えた。ヤスに貴賓室の人形のお参りの仕方を習った。源氏様に頼んで鎮守の社にもお参りさせてもらった。そしたら収まったの、ピタリと。アスネも途中から魔女のことバカにしなくなったからよかったけど、もしも空気読まずにずっとバカにし続けてたら今度はあんたがたたりの標的にされてたに違いない。私が保証するよ、絶対にあんたがたたられてた。さすがに私もドン引くかな。口に出して言いやしないけど、あんた分かってない、本当に分かってないよ。だから私は新しい後輩にはきちっと教えたよ。このお屋敷にはベアトリーチ様という魔女がいる、バカにするとマジでたたるからって。ベルネ、物がね消えたらそれは魔女がすぐ近くにいて私たちを見てるって合図なんだよ。いたずらだとか魔女なんかいるわけないとか、そんなことを言ったらもっともっとたたられてしまう。私もヤスもそう。鍵が消えたらそれは
魔女が現れた印。鍵束が放り出されておるわ。そなたは最近すっかり用心深くなって面白くなかったところだ。冗談冗談。それにしても我が友が親切に忠告しているというのに耳を貸さぬとは。不愉快な奴らは我が友を蔑む言動の数々わらわに対するものと受け取らせてもらおうぞ。わらわの魔法をそなたごときの仕業と見下すか。ならばよかろう。人間には無理なことを見せてやればよ。我が魔法を見せてやる。愚かなるベルネとやら、我が友の忠告に耳を貸さなかったことを後悔させてくれる。この気迫な体では物足りない。借りるぞ、そなたの体。久々に本当の魔法を見せてやりたくなったぞ。わずかのひととき、再び我が身を現世に。体は返す。ささやかないたずらで懲らしめるだけであろう。そなたが疑われるような安っぽい真似はせぬ。さあ思い出してごらんなさい。そなたがどこにて眠っていたのや。してごらんなさい。そなたがどこにて眠っていたのや。
いけないいけない。鍵とかことなくしてはまた我が友が疑われてしまう。いなくなる。そう、この部屋の鍵だけでよい。ただ消し去るだけではつまらぬというのならばそやつのロッカーにも放り込んでおくか。これならばずっと一緒にここで掃除をしている我が友にはアリバイがあるというもの。さあさあ思い出してごらんなさい。そなたがどこで眠っていたのやら。そう、そこは暖かくて暗い場所、ベルネのロッカーの中であるわ。我が友、この体そなたに返すぞ。指先点検、ベッドオッケー、カーテンオッケー、お道具オッケー、鍵もオッケーね。大丈夫でしょ。Thank you.
なーに？どうしたの？突然。うん、うん、一緒に頑張ろうよ。ほら、石の上にも三年って言うよ。みんなどんどんあなたを認めてくれているよ。だから一緒に素敵な使用人を目指そうよ。私、使用人辞める。え？使用人より魔女の方が面白そう。魔女って何の話？みんなに愛されて頼りにされる使用人って、うん、今ももちろん憧れるけど、でも今の私には魔女の方が憧れるの。それは、魔女ベアトリーチェ。今日ね、ベアトリーチェが私に乗り移って私の体を使って魔法を使ったの。その時、その未知の世界にゾクゾクっとしたものを感じたの。それは後宮家の使用人に推薦されたことを知らされた時よりもずっとずっと上、知らなかった世界を初めて知ったような、暗闇の世界だけに住んでて世界を全て知っているようなつもりになっていた私が、初めて光を知って世界を目にするような、そんな喜び、興奮。それは、
な魔法。すごく楽しいよ。魔法。うん、魔法。私の指にまだ少しだけ魔法が残ってたから使えた。でも本当の魔女になればもっともっと自由自在に何でもできる。もう私はこの楽しさを覚えてしまったの。もう人間には戻りたくない。使用人なんて退屈なの。耐えられない。だから魔女になるよ。魔女になるって、待って。もう決めたの、シャノン。今日まで楽しかった。この部屋をあげるね。あなた一人で使って。じゃあね、さようなら。待って。使用人ごっこはもうやめる。世界を変更。うん、了解したぞ。それではいかようにしたものか。シャノンのような素敵な使用人も悪くはない。でも魔女の楽しさを知ってしまったら、もうそれは退屈な憧れ。もう戻れない。シャノンはどうするのか。シャノンはシャノンで、これからも尊敬される使用人でいてくれればいい。彼女は彼女のままで。ただこれからは私と二人ではなく彼女だけになるけれど。別れは唐突にであるな。まあよい。気まぐれな方が人生は退屈せぬというもの。されどどうする。魔女がやりたい。ベアトがやりたい。しかしわらわがすでにベアトリーチェであるぞ。あなたが魔女で私の友人という設定はそのままで、ベアトは私ということに世界を変更する。つまりわらわはベアトリーチェの友人の魔女ということになるのか。そんな感じ。だからあなたは今からベアトリーチェじゃない魔女。わかった。ではわらわの新しい名前は何とする。ふさわしい名前が思いつくまで保留にする。しばらくは名なしで。ごめんね。よいよい。せっかくの名前だ。熟考してもらわねば困るというもの。あなたはベアトリーチェが幼く、まだ魔法が使えない頃からの友人。私のものを隠したりしてからかっていたことが縁の始まり。なるほど。それがやがて魔法に目覚めたベアトリーチェの対等な友人となるわけか。ではわらわは少しお姉さん的な立場の友人であるな。うん、そんな感じ。喋り方どうしようかな。ベアトリーチェの一人称はわらわですっかり馴染んでしまったな。そなたに譲るか。うん、わらわという言葉遣いは私が引き継ぐ。うん、わかったぞ。ではわらわも。いやいや、これからはわらわではないな。私もベアトリーチェの姉的立場である魔女の友人にふさわしい喋り方を探しておくことにする。うん、いや、うむ。なかなかの貫禄。私の、いや、わらわの容姿はどうしたものか。そうだな、私は真っ赤な魔女という感じであるからな。
赤以外の雰囲気でまとめてみてはどうか。やはり亡霊といえば白がイメージか。白いドレスの魔女、イメージをまとめてみる。このような姿ではどうか。これが新しいベアトリーチェの姿なの？これは美しい。高貴な姫君みたいだね。ふむ、気に入った。悪くないぞこの姿。いいじゃない、素敵よベアト。ふむ、気に入った。実に気に入ったぞこの姿。その調子で今度は私に素敵な名前をつけてくれると嬉しいわね。いつまでも名なしじゃふてくされちゃうわ。安心せよ、必ず立派な名前を考えてやろうぞ。それよりまず考えたいことがある。それはわらわの使う魔法のイメージである。物を隠したり別の場所に瞬間移動させる魔法はそなたのイメージだ。だからわらわもわらわにふさわしい魔法のイメージを考えねばな。魔法を使うとき黄金の蝶が飛び交う。そこは譲れぬぞ。素敵ね。それこそまさに黄金の魔女。じゃあ蜘蛛の糸が苦手で、社に収められてる霊鏡が苦手でという弱点もあなたに？ふむ、万能の魔女にも何かささやかな弱点があった方が面白いというもの。ではこうしよう。蜘蛛の糸に触れたら火傷をするということとする。では霊力のある鏡は無論のこと、鏡自体も苦手ということにしよう。鏡って魔力があるってよく言うものね。いいんじゃない、いかにも魔女っぽい感じ。鏡を見ると魔力が吸い取られる感じがするので苦手ということにしよう。うん、面白そうだ。一度に何もかも決めなくていいわ。世界をゆっくりと作り上げていくのだってとても楽しいのだから。うむ、分かっている。ゆっくりと魔女の生活を楽しみながらわらわの世界を膨らませてゆこうぞ。あの狭くて暗い部屋はもうあんたの寝床じゃないわね。うむ、わらわこそは黄金の魔女、独剣島の夜の支配者なれば夜の屋敷はわらわのもの。わらわの住まうべきは屋敷ではないか。ベアトリーチェの部屋？ははは、決まってるじゃないか。ええ、
そうね、お屋敷の2階のあの素敵な部屋。魔女の貴賓室こそベアトリーチェの部屋じゃないか。おお、そうであったな。今宵よりわらわが住まうは夜の屋敷のあの部屋ではないか。これはうっかりしていた。じゃあ行きましょう、ベアと。魔女が二人お茶をするなら、あんな狭い部屋じゃなくてふさわしい素敵な部屋でするべきだわ。そうであるな。友人を招いて茶を振る舞うにはあの部屋は粗末が過ぎる。部屋を変えよう、友好ではないか、我が友よ。シャノンとはお別れね。さらばだシャノン、人間としてそなたを目標に、そなたと友情を育みながらの日々も楽しいものであったぞ。もしわらわが魔法の閲楽を知ることなく魔女に開眼することがなかったなら、それはこれからも変わらなかったであろうな。私疲れてるのかな。寝よう。きっと疲れてるからおかしなことを考えちゃうのね。おやすみなさい、シャノ。布団に包まれて静かに目を閉じれば、もう何も難しいことは考えなくていいんだよ。
私はシャノン、一人ぼっちの使用人。時々失敗もしちゃうけど、誰からも愛される優しい使用人になりたい。おやすみ、私。こそは我にして我らなり。もう使用人ごっこは飽きた。人間ごっこは飽きた。これより我は、今宵より我はベアトリーチェ、千年を経た黄金の魔女ベアトリーチェであるぞ。たたえよ使用人ども、怯えよ夜回りに選ばれたることを。夜の島は、屋敷は、すべてわらわのもの、わらわの時間。ああ、我こそは我にして我らなり。さあ、我らの世界にて、すべてを飲み込もう。それはまるで、波涛のように。やれやれ、今夜も人間の書物を魚に、神秘の月を飲み干そう。これがミステリー、これが密室、これが人間には不可能な犯罪とな。笑わせる。その程度の隙だらけの穴だらけが人間には不可能な犯罪とな。わらわを簡単させる素晴らしき密室魔法はないのか。やれやれ、これもこれもそれもあれもバカらしい。薬とは笑えるが、これでは月と書物どちらが魚かわからぬというもの。ミステリーに飽きれば蝶に姿を変えて、島を、屋敷を、広大な森を自由気ままに散歩しようではないか。臆病なる夜回りの使用人の後をつけて回り、窓の戸締まりを確かめると、そのガラスに姿を映して肩越しに笑ってくれようぞ。何をするも自由自在、気ままで気まぐれ。夜のいたずらはなかなかに楽しそうだ。よし、決めたぞ。今宵からはそれで遊ぼうぞ。それは愉快。今宵も愉快だ。魔女の世界、想像力の限りの全てを遊べる。わらわの想像力こそが我が魔力の源なのだ。ならばよかろう、面白い。それを無限大に広げようぞ。そしてそれで島を全て飲み込んでやろうぞ。島の夜は全てわらわのものなり。ああ、魔女の日々のなんと優雅で愉快なることか。ああ、我こそは我にして我らなり。愉快なる魔女の世界に乾杯。